バイオブは、イングランドのミュージシャン。オルタナティブ、エレクトロニカ、ダブステップの分野で活動、ローデットレコーズと契約している。彼の初リリースは2009年末のトラック、プリスクリプションであり、無料ダウンロード方式及び、スティーブ・グラシア監督によるビデオ作品で公開された。2010年1月上旬、初の正式、シングル、ベスト・シューズがリリースされた。これは、 ケミストロバート・マーローによるリミックス作品であった。このトラックは2009年12月に BBC ラジオ1にてファームコットンが司会する番組ミュージック・ジェネレーターの中で初公開された。ベスト・シューズは2009年12月にロンドンのーニで開催されたジングル・ベル・ボールにおいてレディー・ガガがステージショーの音楽として使用した。バイオブのセカンドシングルは j マジック c 及びウィッカマンとコラボレーションした作品 Save My Life であった。この作品は後に両ディスクジョッキーのアルバムにもフィーチャーされた。バイオブは現在ファットボーイスリムお及びフリーメイソンズともコラボレーションしている。彼のデビューアルバムエブリシングインモデレーションは2010年10月25日にリリースされ高レビューを獲得した。1988年に サリー州のソーントンヒースで誕生。ロンドンの黒いドンに住所を置き暮らしている。ありがとうございます。